本日の役員会の概要について報告をいたします。はじめに安倍総裁から、本日は全国幹事長会議を終えましたが、これから参院選挙に向けて気を引き締めて全力で向かっていきたい、今週の党首討論では内政外交の重要課題について、それぞれの政党のトップ同士中身のある議論をしたい。終盤国会は野党もさまざまな動きがあるようだが、与党は国民の負託に応えるという一点で整然と対応をしていきたいとの発言がありました。二階幹事長のご発言については後ほど幹事長から報告をいたします。続いて森山国対委員長からは、参議院歳費法につきましてはただいま開会中の議員委員会で野党4会派が各10分の質疑を行い採決をする、そして次回の本会議は明日の13時から、故相沢英之君に対する聴取贈呈報告と参議院歳費法を処理をする。なお19日の15時から今国会初の党首討論を開催をするという発言がございました。橋本参議院会長からは、20代30代は比較的与党の支持が高いけれども、どのように投票に行っていただくかを対策を練りたいとの発言がありました。それから、本日出席された吉田参議院幹事長から、本日は長野県連の幹事長に会い、長野選挙区の候補者をどうしても当選させたいという気持ちで叱咤激励をした。安倍政権の諸子貫徹のため今後もしっかりと支えていきたい旨の発言がございました。甘利選対委員長からでございますが、参議院選の候補者がこれまで45選挙区で49名、比例区は公認内定含めまして33名、合計して82名を公認をした。党本部としても各候補者の取り組みをバックアップしていきますが、何よりも候補者が火の玉になり周りにその熱を伝えていくことが欠かせないとの発言がございました。田村政調会長代理からは、今週中に政策パンフを全国に配布をしたい、木曜に精神で骨太方針を審議をしたい、このようなお話がございました。続いて加藤総務会長からでございますが、21日の総務会では120万党員獲得運動の継続等を議題とするという発言がございました。これにつきましては、二階幹事長からしっかりとした検討、検証をですねする、そしてまたそのそうした、運動が必要であるということの中でしっかりとした検証を行っていく必要があるのではないかとのご発言があり、具体的な検討を行っていくことが確認された次第であります。私からは以上であります。幹事長、よろしくお願いします。はい。ご苦労さんでございます。私からは、全国幹事長会議は参議院選挙の必勝に向け弾みのつく大変意義のある会議となったと思っております。安倍総裁を先頭に一票でも多く積み重ねて、党一丸となって全国で徹底した戦いを隅々にまで展開していく、この決意であります。なお参議院選挙の投票率は前回 54.7%、 前々回の 52.61%、 特に20代30代の投票率が低い、
若い世代に関心を持っていただくため、関心を持っていただくためというのは大変上品な発言ですが、若い世代こそこの重要な節目の時を迎えておる時にですね、投票率が先輩のこの年代の皆さんに比べて投票率が低いっていうことはね、恥ずかしいと思って反省をしなきゃいけない。これを自民党は堂々と若い人たちに言っていかなきゃいけない。おだてるばっかりが仕事じゃありませんよ。投票に行かないってどうしていい政治ができるんですか。それを若い諸君には党としてはこれから重要な課題として訴えていきたい。ご高齢の皆さんが足元の関係とかいろんなことでですね、投票に参加しにくいと言われることがあればですね、それはお互いに理解できないわけではないではないですか。しかし高齢の皆さんがそれを申して投票に高い投票率を維持してくれておるわけでしょ。若い諸君の投票が少ないということはね、これはやっぱり意識に対してしっかりした呼びかけがない、なかった、やりてなかったということを自民党は大いに反省するということだと思います。以上であります。はい、どうぞ。私の方から申し上げさせていただきます。今朝、岩屋防衛大臣が秋田にお見えになりまして、そして、知事とお会いになりました。そして、先般の、指摘されている点につきましての、謝罪といいますか、お詫びを言っておられたわけであります。そしてそれを、持って体制も考えていく、立て直しを考え、そしてその後しっかりとした、調査結果の説明をですね、またしていきたい旨の発言が行われたように、私は受け止めておりますが、その部屋には入っておりませんので、皆様ご承知の通りの、ご報告がですね、今日の記者会見で行われていると思います。ね、こういうものです。会議の中では、幹事長会議の中では秋田県連の方からはただいま申し上げた、点が問題であったということが幹事長から指摘されました。秋田県の幹事、県連の幹事長からですね。その結果、政調会長が、ご担当のお立場からその点については、しっかりと自分もそういう思いで、おととい秋田を訪ねておられる政調会長でございますので、そういう立場でしっかりとフォローしていきたいと、こういうふうにおっしゃっていただいたということでございます。はい、実は新聞店です。はい、全国官庁会議を行われまして、その飯塚アシワの問題や2000万円 の老後の資金の報告書の問題と、いろいろと指摘はありますけれども、参院選に向けたですね、一致結束を確認しという点では、幹事長、全国幹事長会議の結果はどのように見ておられますか。全国の代表の皆さんから一致結束して次なる戦いにチャレンジしていこうという固い決意のこの結集がなされた、このように思っております。大変意味のある大会だったと思っております。はい、2000万円必要、老後に必要とする保険に関してですが、
野党の中には、この問題を参議院選挙の争点としたいというような考えもあるようですけれども、幹事長自身の考えとして、この問題、参議院選挙の争点となりうると考えているんですか。まあ、それはね、その何か与党のこの発言のミスとかね、エラーとか何かあったら、それを争点に一つくじでいこうということですけど、こんなことは説明すれば分かることですから、このことが参議院の争点にしていくという意味ではね、お考え方がね、多少我々のこう対抗するね、党としては寂しいんじゃないかというふうに思います。はい、事実質問したいんですけど、ですね、会長室の対応について総理からも整然と対応したいというお話がありましたが、野党側ではですね、内閣不信任案ではなく参院選なので、参院に首相問責を提出するという動きがあるようです。こうした野党側の不信任案ではなく首相問責を参院にという対応について、どのように受け止めておられますか。何が来ても国民の皆さんが納得できるようなしっかりした対応を党は取っていくつもりであります。今の質問に関連しまして、NHK の関口です。どうぞ。その問責を出す理由としてですね、参院選挙に挑むから参議院の方で問責をということで、立憲民主の枝野代表が言ってるんですけれども、そうした考え方については幹事長どのように考えますか。その不信任でなく問責にする理由付けです。まあ、どちらにあっても同じような意味ですから、我々は堂々と受けて立って、民主主義のルールに従って採決をしてお答えを出していただく、こういうことでございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。2000万円の問題についてなんですけれども、幹事長は説明すれば分かるというふうにおっしゃっていましたが、旧知のマーキンググループが作成した報告書について誤解を招く表現が、あったと思うんですが、それを受け取るべきだったかどうかというのは一つ議論になっていると思うんですが、その点幹事長はどのようにお考えになりますか。まあ、それは当事者に判断に任せるべきだと思う。幹事長がその細かいところまで指示する必要がない。はい、毎日新聞が出ている世論調査の結果についてなんですけども、今週末に毎日新聞が出した世論調査で内閣支持率が 3%下がる、一方、支持が上がるという結果になりましたけれども、その点について、幹事長を考えていますね。まあ、支持率なんていうものはね、上がったり下がったりするものですから、特別の考えは持っておりませんが、いかなることにも党は対処するつもりです。解散ということをね、迫ってこられれば、ね、それだってやっぱり、日々、そういうことに対して毎日検査をしていかなきゃいけない、まあ、こういうことですね。よろしいですか。はいはい、読売新聞なのです。どうぞ。公明党の榎本代表が外交演説で衆院の解散は多分ないと発言する中の自民党幹部も含めて当日戦はまあないであろうという見通しを示す方が相次いでおりますけれども、幹事長としては今現時点で解散当日戦の可能性というのはどうですか。そういうことに一言も過去に触れたことはありませんが、そうした人たちが街頭で何言ったらか何言ったらって言って毎日調べて歩いてるわけではありません。全然気にしておりません。もし意見があったら我々のところちゃんと申し出てくるべきであってね、その街頭で言ったからって言っといたっていうのはそんなわけにいかない。よろしいか。はい、では以上で幹事長の会見を終わりにします。どうもありがとうございました。